チャチャ様、無理に出陣なさらずとも。無用な気遣いです。務めは果たします。はい。大丈夫。私がお守りしますから。いかがであった？信行様は参陣されていません。江戸に残されてるみたいです。福島正則なんかもね。 豊臣恩子の連中使うのはさすがに怖いんじゃない。そうか。ただ上杉はいるよ。影勝様と金継殿が来ているのか。雪村様、私の戦う理由しかと見届けていただく。 雪村が大阪城に入ったというのは誠だったのですね。久々の再会、楽しみだ。このような形であってもですか、影勝様。我らはこれで本当に。無論本懐である。影勝様。 敵が今くとりでに迫っている。守備隊を救援すれば。 大阪城を守るための要衝、何人たりとも入れてはならぬ。 砦を突く。
も負けてらんない。厳しい状況だな。任せといて。金継殿、私もようやく見出しました。戦う理由というものを。皮肉だな、雪村。私はそれがない。僕の前に下った我らには義の戦など。何を仰せか、金継殿。影勝様もそのようにおっしゃったのですか。影勝様。すまない、雪村。やはり今の私だ。本気で戦っては下さらぬか。ならばせめて見ていてください。我ら真田の戦を、我ら豊臣の戦を。全軍出撃。この戦で家康様の信頼を勝ち取るのじゃ。開門。私たちなら絶対できます。勝利を我が手に。
して動くこと風のごとし、我が忍者隊でしばし足止めさせていただくこととしよう。さすがは雪村、我らが動くことを見越していたか。佐竹軍は退けた。これで残るは金継殿と影勝様のみ。開門。敵は北東砦に国付けだ。我々はこの隙に今福砦を突く。中央から別動隊を送る。北東砦を狙う豊臣軍の背後を攻めるのだ。開門。北東砦を攻める部隊が背後を突かれてしまう。守り抜いてみせろ。お前の戦う理由を、守るべき存在を。影勝様、金継殿、再びお会いできて嬉しゅうございました。